和田地区で5日、海開き記念イベントが開かれ、およそ30年ぶりに復活した総踊りパレードや、若者らによるバンドのライブなどで盛り上がりを見せました。このイベントは、舞鶴若狭自動車道の全線開通に向け、海水浴場を PR し、和田地区の夏を盛り上げようと、若狭和田観光協会が今年初めて開きました。この日はまず、浴衣姿の地区民らおよそ120人が参加して、和田地区の駅前通りで総踊りパレードが行われました。この総踊りパレードは海開きの前夜祭として行われていた和田地区の恒例行事で、今回観光協会の婦人部が中心となって地区民らに参加を呼びかけ、およそ30年ぶりに復活しました。参加した地区民らはイベントに向け先月初めから踊りの練習をしてきたということで、この日は若狭高浜音頭と炭鉱節の2曲を踊りながらパレードを楽しみました。町全体が明るくなるようにというのと、この舞鶴と若狭自動車道開通と含めて何もかものお祝いでさせていただきました。すごく町の人たちに喜んでもらえて、たくさん参加していただいてとっても嬉しいです。よかったと思います。初めは全然踊れなかったんですけど、地域の方々に教えていただいて、今日はとても楽しく踊らさせてもらいました。大変楽しかったです。よかったですわ。もう思う存分踊らせていただきました。もう何十年ぶりやろ、30年ぐらい経つんかな。それでも体が覚えてるもんで楽しかったです。よかったです。また総踊りパレードの後には、和田地区の若者有志らが企画した和田ロックフェスが開かれ、高浜町を中心に活動する3組のバンドが浜茶屋でライブを行いました。海水浴場には活気ある若者たちのライブを一目見ようと大勢の地区民らが集まり、盛り上がりを見せていました。